だよね。作ってるからね。今日の夜ご飯は、今日はカンカンチャンネル。コンコンチャンネル、コンのあさみです。今回はとある日の夕飯準備の動画になります。パパが北海道にいる時期なので家族5人での夕飯で、ちょっと子供たちを見ててもらえたりするので割と平和な夕飯準備になってるかなと思います。多分メニューはこんな感じです。今日はオレンジチキン、オレンジチキンだよ。今日はね、パパが練習の後家にいるから今子供たちの相手をしてくれてて、結構平和にご飯支度ができそうな予感は、まあ、さっき見てちょこちょこ来るんだけどさ、うん、ずっといつだろうな、昔結構仕事とかでも何回かハワイに行ってて、ハワイで食べたサンバエクスプレス、あのなんかね、オレンジチキンみたいな名前のレシピがあって、それがすごい好き でその味を再現したいなと思って昔から作ってるレシピです。カリッと揚げ焼きした鶏肉に、まあ、甘酢に近いんだけど、それにオレンジジュースが入ることでちょっとなんかオレンジの風味が入って、うちではオレンジチキンって呼んでます。鶏もも肉はちょっとの砂糖と塩と調理酒で下味をつけておきます。下味というか柔らかくなるんだよね、やっぱ浸透圧の問題なのかな。砂糖がね、確か小さじ3分の1ぐらいがいいんだっけな。塩の方がちょっと多め、砂糖ちょっと少なめで、調理酒で揉み込むと柔らかくなるっていうのをもうかなり昔に見て、それから鶏料理の時は基本的にこのこれだけやっといて、他のを作って、もうこの揉み込む鶏肉が冷たく感じる季節になったよ。白菜ときのこと卵でちょっととろみつけて中華スープみたいな、とろみつくとさちょっと温まるから。白菜が安かったです。安いって言っても128円とかだから、まあ普通なんだけど、去年かな、2、3年前かな、なんかすごい白菜高い時ありませんでした？お鍋するにも白菜がなんか300円ぐらいしたとか、安く感じるよね。火が映ってないのか。白菜はあのクタクタにしたいから、ちょっとそぎ切りしてからの、そぎ切りしてからの細くこれぐらいに切って、キノコたちと一緒にごま油で炒めていきます。なんかこれ何の動画か分かんなくなってきちゃった。先に炒めた方がしなしなのクタクタになって美味しいんですよね。すごいよね、コストコの椎茸大きいんだ。これが普通のさ、スーパーで買った椎茸がこっちで、コストコの椎茸こんな、すごいね。こんだけ大きいと軸もちょっと入れようかなってなるよね。で、軸もここ切って、こんなに細かく裂けるチーズみたいに裂いて、キノコはやっぱ先にごま油で炒めるとさ、美味しいんだよね。あれ、ティッシュ持ってくの？偉い、優しいね。長男が泣いてて、次男がリビングに何か取りに来たと思ったら、ティッシュ取って寝室に戻っていきました。4歳が2歳から慰められてんのかな。大根餅でも作るか。大根餅はね、4歳の長男が特に好きで、すごい立派な大根をいただいて、その本当上だけでまだこんなにあるんですけど、これをね、すりおろして片栗粉と、煮物とかの時はさ、ママなんかほうれん草ともやしの匂いしてきた。ほうれん草ともやしの匂いしてきた。本当どっちも今日は使ってないけどね。そんなピンポイントで今日大根餅にするよ。大根餅、え、大根餅食べる、あ、やった、大根、大根餅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 
何してたの寝室で。やばい、これしたら何も聞こえない説。また雷鳴る、うん、大根おろししてたら。インスタにハロウィンの時に載せたら、このパスタどこのですかって質問もらったんですけど、どこのか書いてないけど、ファルファレーゼブラっていう、多分このお店のものです。で、この大根のちょっと汁をちょっとだけ捨てて、シャバシャバになっちゃう。捨てーの、ここに片栗と、私は鶏ガラスープをちょっと、で、カリッと焼いてポン酢でね、食べんだよね。パパとネーネーは、コクインアラジンをね、次の家に備えて導入して、先に買っておいたんです。で、子供部屋につけたら喜んでみて。白菜は臭い。キャベツはキャッキャッキャッ。大根はコンコンコン。玉ねぎはエンエンエン。みんなでせーの、はい、おっぱきー。だい。よし、どこに行こうか。たしくん。たしかー。平和だな、今日でも。やっぱ大人の手がね、あると全然違うよね。ちょっと待って。せーか。つかの間の平和だ。あ、なんか臭い。違う違う違う。なんか、もうこのコストコのキッチンペーパーがやっぱ厚手で使いますから。やっぱ桜エビをいつもは入れて、おネギを入れてもいいし。エビ大好きですね。このエビ大好きだよね。カルシウム取れるんだよ。ドサッと入れて、あ、多めに入れたらね、美味しいんでしょ。すごい大のエビだ。エビさんいっぱいでしょ。これをまずは焼いていくよ。砂糖だ。砂糖じゃないんだ、片栗粉なんだ。これはバリッバリに焼いた方が美味しい。バリッバリッバリッ。ちゃんとこのオレンジチキンの時にちゃんと測る。ママ、オレンジチキン。これをね、これとね、醤油を同じぐらい。なんでママなのにお用心で使ってるの？ねえ、それもう子供と一緒に飲む？これはでもちょっと今に使うとガブ飲みしてお腹痛くなっちゃうから、ちょっと待って。あと醤油とお酢とオレンジジュース、水。あとニンニクをね、ニンニクをします。おろしニンニクだね。おろしニンニクうちは多用するのでこれを買いました。他にあんまり用途ないからさ、迷ってたんだけど、ずっと。でもこれ来てからニンニクおろすのってめっちゃ大変じゃないですか、ちっちゃいから。第1陣これは、一気にフライパンで焼けないから、第1陣、1回目に焼いた人たちが避難してる。まぜお腹すいた。もうすぐちっちゃった。すいたよね。あ、おいでおいで。たばもうできるから。はい、ちっちゃい、このくるくる、あ、でもな、遊びそうだな。はい、こっちでやってくれる。はい、どうぞ。もう仕上げだから、本当に。ご飯よそってもいいぐらい。ご飯よそってもいいぐらい。で、ご飯入れよ、ご飯入れよ。はい、分かった。はいはい。よいしょ。これを、としくん、ごめん、これ子供たちのにも入れてもらっていい？パパ。
じゃあもうご飯取ってサラダちぎってくれる？自分たちの。お皿は多分この中じゃないか。皮。うん。ナチュロオンチ、ナチュロオンチっていう。どういう意味か分かる？ナチュラルローソンの近くで。ナチュロオンチ。ファミンチカセブンチ。ね、なんでスプーンなくなるんだろうね。スプーンがなくなるのと靴下が なくなるのほんと同じぐらい謎なんだけど。なぜこれまだ使ってない。大根餅まだ？大根餅今来ますので。もしくもコーン欲しい？スープ。私はコーンいらない人なんだけど、子供たちコーンあった方が食べるかなと思って。多分ビジュアル的にさ、白菜とキノコだけよりさ、コーンあった方が。じゃあ子供たちと一緒に入れときますね。パパが行くならエジプトアメリカ。パパが行くならエジプトアメリカ。アメリカ？どっち？一番行きたい場所は北海道がいい。北海道いいよね。クマは嫌だけどね。クマは嫌だけどね、そうだね。クマは怖いけどね。キツネはうんちが困るよね。可愛いんだけどね。絶対買わないわ。このトシ君、ポン酢出してもらっていい？あの、ゆずこの方がいいかな。ゆずもないし。そしたらね、こっちにあるんだ。この下に。見て。すごい計算したみたいじゃない。ほら、この器を見るね。今ちょっと何しようかなって迷って。大根餅ね、くるよ。サラダ食べ終わったかな。サラダのとこの横っちょにちょろっと入れるか。サラダもそれ飲もう。大根負け。するか。じゃあかけてあげる。大根餅にかけよう。直接。じゃこれ大人用。早く食べたい。ラーメン欲しい。今けるか。大根餅なんか足りない気がする。バッテリーを充電してください。え、あと10秒。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。どうぞー。はーい。大根餅ここで大根餅ここで食べる。気をつけてね。ご飯食べる。ふられん。あ、おうちに帰りたい。ふられんを歌いたいわけじゃない。いいか、いいか、くせ、いいか、あなたもくせ。おじらちゅ。ダメダメ。よかったです。あ、ダメだよ、ダメだよ。あ、あとであげるから大丈夫、まだあるから。グレープフルーツね、食べれるか。大丈夫だよ、まだあるから。いっぱいもう一個食べな。いや、もう一個食べていいから。どうですか、大根餅。うちではママもパパ使ってな。なかなか美味しいって感じだけど。はーい、じゃじゃーん。ジューティーダッチー。ジューティー、ジューティー。はい、座って食べて。おっちゃん座って食べてね。おじゅーちー。はい。なんで泣いてる？こっち食べて、こっち食べて、喧嘩しないで。座って食べてねって。
座って食べたら万が一落ちてもテーブルだから座って食べて、座るまでは我慢食べるの。見えないとこに置いとかないと、また喧嘩になるから。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また1月、2月、1月からまたワンオペの時期が長いのでわちゃわちゃ頑張りたいと思います。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。